サムスンから新しいフォルダブルスマホ、ギャラクシー Z フォールド4が発表されました。約 7.6 インチの大画面で使える折りたたみ式のスマートフォンとして注目の製品。5000万画素カメラや S10 での手書き入力も利用できるようです。早速どんなスマホなのか詳しく見ていきましょう。デザインについて。ボディとヒンジにアルミニウム素材の中で最も強度が高いアーマーアルミニウムを採用。背面には曲げや折れに強く、対衝撃性も高いゴリラガラス、ビクタスクラスを採用しています。厚さは展開時で 6.3mm、折りたたんだ状態で 15.8mm、重さは約 187g。カラーはグレイグリーン、ファントムブラック、ベージュの3色を用意。公式サイトでは限定カラーのバーガンディーも用意しています。全体的に高級感あふれる、洗練されたデザインです。耐久性を高めつつ、細部まで丁寧に作り込まれている印象を受けます。スペックについて。スペックはざっとこんな感じです。プロセッサ性能について。プロセッサは、クアルコムのスナップドラゴン、8プラス、Gen 1、オクタコアです。スナップドラゴン、888搭載だった、Galaxy Z、フォールド3、5G と比べて、NPU、機械学習プロセッサの性能が、約 1.7 倍向上しています。アンツツベンチマークは総合で約100万で 3D ゲームもサクサクとプレイできます。ディスプレイ性能について。閉じた状態では 6.2 インチですが、開くと 7.6 インチの大画面になります。どちらもダイナミック、アモレッド、ツル X スクリーンで非常に高コントラストで発色に優れています。またリフレッシュレート最大 120Hz に対応しているため、映像をより滑らかに再生できます。その他、マルチウィンドウに最適化されたサードパーティ製アプリが増加。画面を一定の角度に折りたたんで自立させる、フレックスモードの互換性も向上し、YouTube アプリや Netflix アプリも利用できるようになっています。カメラ性能について。背面カメラは 12MP+50MP+10MP で超広角、広角、望遠撮影が利用できます。50MP のメインカメラは夜景撮影がより高画質になり、光学手ブレ補正やデジタル手ブレ補正が利用可能。望遠カメラの3倍光学ズームと超解像ズームを組み合わせた最大30倍の電子ズームも利用できます。前面のカバースクリーンには画角85度の 10MP カメラを搭載、内側には 4MP カメラが搭載されています。バッテリー、充電性能について。バッテリー容量は全モデルと同じく 4400mAh です。充電は USB パワーデリバリーによる 25W 超急速充電に対応し、地域格の高速ワイヤレス充電や逆ワイヤレス充電も利用できます。 OS について。 OS はフォルダブル端末に最適化された Android 12L を採用しています。画面の下にタスクバーが配置されており、アプリを追加して素早くアクセスすることが可能。最大3つのアプリを同時に起動させることもできます。
また、ONE、UI によってアプリが最適化され、PC のようにメニューを一覧で確認することが可能。任意の項目を選択することで、詳細を拡大表示して確認することもできます。その他の機能について、画面を開いた状態で S Penが利用可能。筆圧4096段階でスムーズに手書き入力できます。また、2つのステレオスピーカーを搭載。ドルビーアトモスサウンドに対応し、臨場感のあるサウンドが楽しめます。その他、ITX8 の防水、音声アシスタント、Bixby、NFC に対応。サイド指紋認証やセキュリティ機能、NOX、超高速5 g 通信、Wi-Fi、6にも対応しています。まとめ。Galaxy Z Fold 4は 7.6 インチの大画面を備えたハイスペックなフォルダブルスマホでした。超高速なプロセッサや超高性能なカメラを備えつつ、ボディが非常に頑丈にできているのが魅力的。マルチウィンドウに最適化された豊富なアプリや S10 での手書き入力も非常に便利ですね。Galaxy Zフォールド4は8月26日に海外で発売される予定。日本でも発売されるかもしれないので、気になる人はリンク先からさらに詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日はここまで。また次回会いましょう。